にちは。今日はですね、石川県の先日行った美天野の市ゴールドジムのオーナー様からちょっと嬉しいプレゼントが届いたんで、ちょっと開けていきますよ。中身はズワイガニお酢なんで、ちょっと開けていきます。ちょっと待ってくださいね。わっ、ちょっと待ってくださいよ。これ足があちょっと2匹入ってます。これはちょっと待ってくださいね。うわ、これはちょっと動画では分かりにくいかもしれないですけど、めちゃくちゃ立派なズワイガニオスです。で、僕あんまりカニ最近食べないんで、食べ方がよく分かんないんですけど、この食べ方のしおりみたいなついてるんで、ちょっとこれを参考にしながら食べていけませんよ。食べていく。ちょっと今こうやって置いてみたんですけど、もうすごいですよ。まるでさっきまで生きてたかのような、もうすごいカニです。ちょっと可愛いです。ということでですね、家でカニ食べてもあまり面白くないんで、ここはですね、熊本の松橋町かな、この立岡自然公園っていうところに来ました。で、ここでカニを食べたいと思います。で、ちょうどいいベンチがあったんで、ここで食べますよ。で、やっぱカニは海の生き物なんで、こう近くで、水の近くで食べるとさらに美味しいんじゃないかなと思います。まあ、昨日食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。でもさらに美味しくなると思います。よし、じゃあ今から食べていく。で、ここの立岡自然公園はですね、熊本県民多分誰も来ない、僕だけしか知らない場所なんですけど、4月桜の時期にはですね、めちゃくちゃ咲くんですよ、桜。だから熊本県民にはおすすめの湖がある素晴らしい公園です。で、食べるようにこう武器持ってきたんで、食べやすいかなと思います。皿も買いました。ウェットティッシュも買いました。じゃあ今からいよいよやっていきますよ。ズワイガニオスを、オスです。なんか食べ方のなんか説明書みたいなのがついてたんで、それ見て勉強しました。てか昨日食べたんで、すごい手食ってます。全然動画映ってないんですけど、めちゃくちゃ立派なズワイガニオスを外で食べる喜び。半端ないですよ。で、送ってくださった方がですね、今日と明日、2月18日、19日に開催される、マッスルコンテストに出場されてるんですけど、まあ、まさに今日なんですよ。だから、応援する意味でもですね、カニを食べようかなと思います。わ、すごい。カニ味噌がやばい。カニ味噌がやばい。カニ味噌がやばいです。じゃあ今カニを剥いたんで、家を食べていこうと思います。
ちゃくちゃ美味しいです。本当に美味しいです。見てくださいこれ。もうなんかご飯みたいな。これはカニめちゃくちゃ美味しいです。そしてですね、次はちょっと足を食べます。身が甘いです。もうかなり食べ進めて、ちょっと残り 20% ぐらいなんですけど、僕ちょっと出っ歯なんですよ。で、それが今すごいなんか感謝してます。食べやすいです。出っ歯、出っ歯最高。出っ歯最高で、実はですね、来月3月の27日からこのカニを送ってくださった方のところにちょっと行こうかなと思います。石川県なんですけど、その時の模様はまた、YouTube にアップしようと思います。いやー、今カニを完食したんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱり昨日家の中で食べて、めちゃくちゃ美味しかったんですけど、やっぱり水の近くで食べると、美味しさ2倍です。で、今からちょっとデザート食べていきますよ。で、今日のデザートはですね、大久保のいきなり団子、大久保さんのいきなり団子です。初めて食べるんですけど、ちょっと、これ食べていく。形はですね、かなり平べったくて、ちょっと珍しいですね。食べていきますよ。すごいなんかベーシックな、いきなり団子です。うん。で、カニを食べて、今いきなり団子食べて、で全くですね、ボディービルの様子ないんで、ちょっとここらでですね、ボディービルの様子入れていきますよ。これボディービルダーのサイン入りブロマイドを持ってきたんで、ちょっと一人一人ちょっと僕の独断と偏見のなんかイメージみたいな、そういうのを言ってきます。まず山内さと子さんですね。で、山内さと子さんはですね、僕が2016年にボディービル大会にデビューした時にゲストポーズだったんですよ、その時の。で、その時にですね、僕、ちょっと優勝したんですけど、当時、ちょっと言いにくいんですけど、山内さと子さんの娘さんと結婚されてた小田敏郎選手が僕めちゃくちゃ好きだったんですよ。で、小田敏郎さん、僕めちゃくちゃ好きなんですって言ってですね、それを口実に、山内さんと仲良くなって、もう今もすごいな、仲いいです。お会いした時は。次はですね、田代誠さんです。これもう、言わずと知れた、ミスターパーフェクト。で、
何回もですね、審査員、3回か。審査員をこう一緒にさせてもらって、で、食事とかもですね、一緒にしたりして、すごいなんかこう、意外に気さくな方ですね。で、たまにショートメールしてます、実は。ショートメールで連絡取ってます。次はですね、あれ、サイン書いてあるか。ジャガー佐藤さん。ジャガー佐藤さんはですね、昔、2014、5年ぐらいにですね、セミナーに行った時に、クレアチンって熱湯に溶かした方がいいんですかって聞いたんですよ。そしたらですね、別にどっちでもいいですよって言ってました。だから、そんなもんなんだなと思いました。これ多分分かる人は今の分かると思うんですけど。で、内野選手は大好きなんですよ、実は。内野選手はですね、実際にその生でステージを見たことっていうのは、1回しかないんですけど、2022年の日本クラス別。とにかくですね、バックダブルバイの時のハム、全部、もう、バイヤでした。もう本当にバイヤでした。で、それをですね、もちろんご自身もこう分かってて、それをこう、すごいアピールするようなポージングなんですよ。だから、すごいなんかかっこよかったですね。うん。で、うちの選手もですね、僕何回もお会いしたことあるんですけど、めちゃくちゃ優しいです。物腰も柔らかくて、人柄も良くて、すごい僕尊敬してます。次、村山選手ですね。村山選手はですね、2019年の北九州のジャパンオープン優勝された時、僕生で見てたんですけど、もう半端なかったです。かっちょいいと思いました。で、この間ですね、去年のマッスルゲート北陸で審査員を一緒にやらせてもらってですね、近くでこう、前腕を見た時に、僕の2倍ぐらい太かったです。ちょっとショックでした。そして次は、井上博史選手ですね。井上選手はですね、これまた動画とか、ステージとかのイメージと違ってですね、ものすごいなんかこう面倒見が良くて優しい人です。だからものすごい、優しくしてくださいます。で、なんかいつもですね、T シャツなんですけど、寒い時も、もう腕がはち切れそうで、袖が、怖いなって思いながら、話してます。次すいません、ジュラシック木澤選手ですね。で、ジュラシック木澤選手はですね、去年、マッスルゲート北陸の審査員の時に、一人だけホテルを間違えられて、来られませんでした、ホテルに。で、そのマッスルゲートの審査員が終わってからも、いつの間にか一人だけ早く帰られてて、あんまりお会いし、話したことはないんですけど、なんか、YouTube の感じそのままですね。すごい、なんかこう、兄貴肌でかっこいいです。次は、僕のテクニカル的な部分ではもう、この世で一番尊敬している鈴木雅史選手、鈴木雅史さん。僕、そのテクニカルな部分では鈴木雅史さん。そしてボディービルっていうそのものでは、コルマ俊夫さんですね。で、鈴木さんはですね、もうとにかくDVD 全部持ってますし、セミナーの DVD とかも全部見て、めちゃくちゃ尊敬してます。で、
実際にお会いして話すとですね、めちゃくちゃ面白いんですよ。なんかあんまりボディービルの話してくれないです、僕には。だから、いつもなんかこう、ふざけた話で、二人でキャッキャしてます。でも、めちゃくちゃ尊敬します。神様です。そして、大沢、プリンセスナオ選手ですね。プリンセスナオさんはですね、なんかステージではめちゃくちゃ大きく見えるんですけど、実際にお会いするとですね、なんかこう、ちょっと、なんか小柄っていうか、可愛らしい人なんですよ。だからで、なんていうかですね、優しいです、とにかく。なんか、お姉ちゃんみたいな。お姉ちゃんです、もう。して、最後が、加藤選手。加藤選手はですね、なんかこう、一緒に食事とか、宿泊したことあるんですけど、まっすぐ道北陸の時に、いっぱい食べられます。めちゃくちゃ食べられます。で、衣服を着ててもですね、こう、体、筋肉が丸いっていうのがわかるんですよ。だから、なんていうか、こうポンデリングみたいな。ポンデリングです。以上、僕の、ちょっとボディービル選手に対しての、ボディービル話でした。独断と偏見なんで、ちょっと、異論反論は、ちょっと、遠慮してください。そしてですね、まさに今日なんですけど、ジムで、仲良くさせてもらってる、僕の YouTube 見てもらってる方がですね、プレゼントくださったんですよ。で、これがなんとですね、すごいんですよ。この、猫バスのなんか、マットみたいな、足マットみたいなやつ、くださいました。で、めちゃくちゃ嬉しいです。僕のこの YouTube やっててですね、まあ、先ほどのカニもですけど、そうですね、ズワイガニオスと、まあ、こういう猫バスのマットとか、くださって YouTube やっててよかったなと、心から思ってます。で、あと一個ですね、ちょっと待ってくださいね。この香水、いただきました。で、僕ちょっと、こいつ調子乗ってんじゃねえよと思われそうなんですけど、トム・フォードっていう、ブランドの香水使ってるんですよ。実は香水とかつけるんですよ。調子乗ってないです。で、ウードウッド、ってやつとタバコバニラ、この2つを軸にですね、使ってたんですけど、僕がトム・フォード好きっていうのをですね、どっかで知ってくださって、トム・フォードのネロリ・ポルトフィーノっていう素晴らしい香水いただきました。で、これがですね、まためちゃくちゃいい香りするんですよ。あ、めっちゃいい匂いする。もう絵も言われぬ香りなんで、もしどっかで見つけたら、ちょっと、試してみてください。めちゃくちゃいい匂いです。で、今日はですね、久しぶりに野外で、食事してみました。やっぱり野外で食べると美味しいですね。で、ボディービルの話題もですね、久しぶりに出せたんで、よかったです。じゃあまた、お会いしましょう。ありがとうございました。